ドラクマとは古代ギリシア及びヘレニズム世界で広く用いられた通貨の単位であり、同時に近代に入って復活し、ユーロが導入される前のギリシャで用いられていた通貨単位でもある。略号は GRD、通貨記号はで、しばしばギリシア語でデルタロートも表記される。紀元前490年頃アテネで用いられていた。 4ドラクマ硬貨ドラクマという名前は、つかむという意味の動詞、ドラッドに由来している。これはもともとドラクマが手のひらいっぱいの量の金属界に当たる六五コスに相当したからである。おぼろいは、紀元前11世紀以降使われていた通貨単位である。紀元前5世紀以降、アテネで作られた4ドラクマ硬貨は、アレクサンドロス大王以前のギリシア世界で最も、 広く用いられた硬貨であった。このコインでは表に兜を被ったアテナ女神の胸像が彫られており、裏にはアテナの使いフクロウの像が彫られていた。通常この硬貨はフクロウを意味するグラウカイと呼ばれていた。この理面はギリシアの一ユーロ硬貨の衣装にも用いられている。アレキサンダー大王の統制の後、ドラクマ硬貨は大王の征服した中東諸国で広く、 流通するようになった。ディアドコイたちの諸国でもこれは引き継がれ、プトレマイオス朝、エジプトでも用いられていた。イスラム教以前の中東諸国で用いられていた、通貨単位であったディルハムもドラクマの名に由来するものであることがわかっている。ディルハムは、モロッコとアラブ首長国連邦では未だに用いられている。アルメニアのドラムという通貨単位もまたドラクマに由来するものである。ドラクマは、 紀元前3世紀以降、ローマ領の地域でも流通した。ドラクマは長期にわたって広大な地域に流通したため、現代の貨幣価値への換算は難しいが、紀元前5世紀の1ドラクマは、1990年の25ドルに相当するという研究がある。研究者たちは、ローマ帝国の初期には1ドラクマは労働者の1日の賃金であったという。ドラクマ銀貨が、 ローマ帝国の領域内で広く用いられたことは、新約聖書にドラクマの名が現れることからもわかる。例えば、ルカによる福音書15、8がドラクマ銀貨に言及している。また、マタイによる福音書17時27分でイエス・キリストの一行が神殿税として魚から取り出すのもドラクマ銀貨であると考えられる。ドラクマ効果は、 重さの単位としても使用されていた。1ドラクマはおよそ4.3グラムに相当する。ドラクマはギリシャの成立とともに1832年にフェニックスに代わる通貨単位として復活した。1868年にギリシアはラテン通貨連盟に加盟し、ドラクマは1フランスフランと等価であると定められた。1941年から1944年に かけてのナチスドイツの占領時代にはハイパーインフレーションが発生しドラクマはほとんど無価値になった。1944年には占領下で新ドラクマへの切り上げが行われたが、一新ドラクマは500億9ドラクマに当たるというひどいものだった。1953年、疲弊した経済を立て直すべくギリシアは西側諸国の一員として ブレトンウッズ体制に加わり、それに伴って1954年に改めて旧ドラクマから新ドラクマへの切り上げが行われた。その時の換算は新一追求戦であった。この新ドラクマ30に対して1アメリカ合衆国ドルという換算が行われることになった。1973年にブレトンウッズ体制が廃止されるとドラクマの価値は下がり続け、 2000年には1米ドルが400ドラクマになっていた。2001年1月1日、ギリシャは欧州連合に加入し、移行期間を経てドラクマからユーロへの切り替えが行われた。この時の為替レートは1ユーロが340.75ドラクマというものであった。2004年3月1日まではドラクマ効果のユーロへの交換が認められていた。 紙幣なら2012年3月1日までドラクマの使用が認められていた。ありがとうございます。